はい、どうも鈴木です。今回はよくいただくご質問に対する回答をしたいと思います。で、僕はですね、なぜ鈴木さんは新卒の美容師を取らないんですかというようなご質問をいただくんですね。これ、なぜかというと、僕が15年経営してきてて、1回も実は新卒の美容師さんを採用したことがないんですよ。全員中途採用の美容師さんで、現在在職しているスタッフ24、5名のスタッフも、まあ、全員中途の美容師なんですね。まあ、そのためそういう質問があるんです。なんで鈴木さんは新卒を取らないのと、そういった質問です。で、これには、理由があるんで、その理由を今日は、説明してみたいと思います。で、あくまででもこれ僕自身一人の経営者のスタンスの問題だと思って、聞いてほしいと思います。これ正しい正しくないっていうのは、ちょっと置いといて、その話じゃなくて、あくまで僕のスタンスとしてはこうだということですね。なので、まあこういうやつもいるんだなみたいな、感じで聞いていただければというふうに思います。はい。で、その理由3つあるんですが、1つは何かというと、単純に僕にはちょっと荷が重いという部分ですね。僕の力不足というのが、まず1つあります。っていうのはどういうことかというと、社会人1年目って超重要な1年だと僕思ってるんですよ。その後の美容師人生を左右する大きな1年だと思ってるんですね。で、そこを僕が受け負うにはちょっと荷が重いという理由です。っていうのも、1年目に受ける教育ですよね。まあ、技術的な教育もそうだし、人間的な教育もそうだし、最初の1年で受ける教育っていうのはその後の人生の、まあ、糧になってくるというか、超重要な教育が僕は必要だと思ってるんですね。はい。で、その1年目の教育を僕が担うにはちょっと荷が重すぎると。なぜかというと、まあ、25歳で僕独立してるんで、まあペーペーなわけですよ。人間的にペーペーだし、経営者としてもまだまだ未熟だし、スタイリストとしても2年目とかで独立しちゃってるんで、技術的にもペーペーなんですよ。その人間が、その採用するね、新卒の美容師さんの人生を背負えるかって言われたら、やっぱ無理だっていう判断をしたんですよ。で、それ未だに僕それありまして、まあ15年経営してきて、もう今年40になりましたけど、それでもまあ荷が重いって思ってるんですね。実は未だに、新卒の、1年目の人生を左右する1年目を僕が、担うにはやっぱちょっと荷が重いとまだ思ってるという部分が、大きいです。で、あと雇用環境も、ちょっと甘すぎるんですね。うちの環境では、教育のカリキュラムもない上に雇用環境も甘すぎると、要は休みも多いし、ちょっと給料も高めなので、あまり美容師として成長するには良くないことだと思ってるんですね。まあ、美容師として成長するにはやっぱりちょっと厳しい環境に一回身を置くべきだというふうに僕は思ってるんで、うちの会社はちょっとそこにはマッチしてないというふうに思ってるんですよ。まあ、要は教育のカリキュラムも整ってないし、待遇もちょっと甘いので、なんだろう、自分をこう成長させるにはちょっと向いてないんじゃないかなということです。それが未だにあるので、まあ、新卒はちょっと避けているという理由が、一つ目になります。これが実は一番大きな理由なんです。それが一つ目で、二つ目は何かというと、これお客さんの要望ですね。お客さんの要望に沿ってみたら、まあ、新卒がいらなかったと、いうことになります。これ僕がね、開業した時、まあ、一人で開業してるんで、いや当然マンツーマンで対応するわけですよ。シャンプーもするし、お会計もするし、で、そのスタイルがやっぱり喜ばれたんですよね。まあ、最後まで、見送りまでね、全て、ずっと付きっきりでやってもらえるって、やっぱ嬉しいですと、
普通にそれをいっぱい言われたんですよ、っていうのもあるし、その貸し切りになるから周りのお客さんを気にしなくていいってすごい楽ですねと言われたんですよ。まあ、正直パジャマ姿で来る人もいるぐらい、ちょっと当時深夜営業してたんで、まあ、部屋着で来るぐらいのお客さんもいたりして超リラックスしてもらえたんですよ。まあ、そういう理由があってそのヘルプで回すスタイルはちょっと今のお客さんに合わないなというふうに判断したんで、その後の、採用とか拡大においてもこのスタイルを生かそうというふうに判断したんですね。そのマンツーマンでおもてなしすることと、まあ貸し切りで拡大は難しいんでその個室スタイルにすれば今のね、貸し切りスタイルに近い状況で、増やせるなと思ったんで、まあ、そこをちょっとお店の売りにして、まあ、成長させたいっていうふうに思った経緯があってそのまま、中途採用に絞って、採用してきたという理由があります。これが2つ目ですね。でこの2つ目の理由は、実はね採用にも生きてきました。そのお客さんに対して、まあ、マンツーマンでおもてなししたいっていう思いとかね理由とかを発信ブログとかで伝えたりしたし、まあ個室にこだわる理由なんかも、周りの目を気にしなくていいよねとか、まあそういう発信をしてたんですね。そしたらそれが美容師さんにも届いて、あそういう美容室で働きたかったですみたいなそういう求人の問い合わせも来るようになったんですよ。なので、まあ採用にも、実は生きてきました。結果的にですかね、っていう経緯もあります。はい、だからお客さんとか、まあ、美容師さんに対しての、メリットとして、まあ、新卒を取らないヘルプを使うスタイルを取らないっていう風にしてるのが、まあ、2つ目の、理由になります。はい、で最後もう一つは、これ何かというとこれ実は後付けにはなるんですが、まあ、生産性が高い状態を維持できるのが、3つ目の理由です。まあ、生産性ですね。これ他の動画でも解説してるんですがやっぱ生産性が高いと待遇を良くできるんですよ。生産性が高いと給料を高く払えるし、まあ、休みも、増やせることが可能なんですね。なので、それを維持するにはやっぱり新卒は取らない方が効率が良かったですね結果的に。なので今も、それをしているという理由が、3つ目です。要は新卒を取ると、当然ですが、まあ、教育のコストもかかるし、生産性ってやっぱ下がってしまうんですよ。でそこに力、労力を投資する体力が、まあ、会社にあればいいんですがうちにはちょっとなかったんですね。そういう理由です。でもうちょっと言うと新卒を取るって、まあどっちかというと投資じゃないですか。まあ後々はスタイリストになって、まあ会社に貢献してくれるのを見込んでの採用だと思うんですね。もし投資だとしたら回収をしないといけないん でつまり新卒を取ったら何パーセントが5年後、定着してくれてっていう指標を見るとか、まあデビューまでにかかるコストはいくらだでそれを回収するのはスタイリストになって何年目だとかっていう指標を持って採用しないと本来はいけないと思うんですよ。で、うちはその指標をちょっと取れなかったですし、取るのにまあ時間がかかるということもあってで、採用を、まあ、新卒を取っていないとそういう理由も、あります。はい、というわけでその3つの理由で採用してないということですね。1つは、まあちょっと荷が重いと僕には荷が重いと人間的にも環境的にも荷が重いのが1つで2つ目はお客さんの要望に応えようっていうことを強化したら新卒は、取らないっていう方向が合ってたことですね。はい、で3つ目は生産性を高い状態が維持しやすかったからです。この3つです。で、これ正しい正しくないという話をすると、ちょっと面倒くさくなるんですが、僕は美容業界に
を全体を見れば当然教育に投資しないといけない、教育が必要だというふうに思ってますから、教育が好きな人、教育が好きな経営者だったり、教育に投資する、投資したいっていう経営者は絶対必要だと思いますし、まあどこがやりたいことかにそれはよると思います。で、僕の場合はもっとね、教育がうまい経営者さんは、腐るほどいる、僕より教育がうまいサロンはいっぱいあると。だからそこじゃないと、僕の、価値はですね。で、対して、美容師さん、スタイリストさんが、なんだろう、しっかり対価をもらえるサロンが少ないっていうふうに判断したんですね。なんで僕は、技術もあって、なんだろう、ちょっとね、見合った待遇はもらえないとか、ステージとして、いまいちね、活躍のステージを探してる人が多いと、で僕はそこに価値提供したいっていうポジションを、取ったっていうだけの話なんですね。はい、だから教育に投資 しないのは、どうかと言われると、まあただ僕のスタンスとして、まあ違うよというだけ、まあそういう観点でちょっと今日はね聞いてもらえれば、いいんじゃないかなというふうに思います。まあもうちょっと言うとね、本当はね、教育するんだったら、まあ、お金を取って教育すべきだというふうに思っちゃってる部分も、実はあります。だから学校が本当はね教育すればいい話だし、別に教育スタイリストにデビューさせる教育機関が、あればいいんですよ、お金を取って。でそこを卒業した人を、まあ、会社がね採用していけばもうちょっとね効率良くなるんじゃないかなとか、思ったりもしてるんですが、まあその話をするとちょっと長くなるんで、まあ今回は、僕のスタンスとしてはそういう理由ですということを、まあ聞いていただけたらというふうに思います。まあ参考になるかどうかは、その人のスタンスだと思うんで、まあ、そういう理由だということを、ご理解いただきたいなと思います。はい、この動画では、このチャンネルでは美容室経営のヒントを脱職人経営という観点で、お伝えしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。で僕の LINE に登録してもらうと限定公開の動画もお送りしてますんで、よかったら友達追加もお願いいたします。はい、ではまた会いましょう。ありがとうございました。